も保育待機児童のことについて先週塩崎大臣と分科会で、お話しさせていただいた内容と少し異なるような新聞記事が昨日出ていましたので、ちょっと一点もし分かれば確認をさせてください。待機児童を新しい定義にして、隠れた待機児童を表に出して、そして実態を把握しようと民進党が去年呼びかけました。そしてこれに対して厚労省は検討会を立ち上げて、今年の3月に結論を出し、29年度から新定義を適用する予定だったはずです。塩崎大臣もつい先日、先週の24日ですね、分科会で、私とのやり取りの中で、この年度内にめどとして取りまとめると、こういうふうにおっしゃっておられました。しかし、昨日の新聞記事によりますと、この新定義での運用も1年先送りすると、30年度分からに適用延期するというような報道がございました。塩崎大臣、これ本当ですか？塩崎厚労大臣。これは分科会のときにお答えしたとおり、今年度の、3月で、まとめるということは何も変わっておりませんので、報道は私は、よく存じ上げておりませんが、そのようなことは私どもの、私は承知をしておりません。山尾君。委員長。この3月中に取りまとめるのであれば、次のその待機児童の発表時にはもちろんこの新しい定義で運用していただきたいんですね。そうでないと、先日の予算委員会で総理が平成29年度末の待機児童ゼロは厳しいと、こういうことをおっしゃりました。私が危惧をしているのは来年度末に待機児童ゼロが達成できなかったと。しかし新しい定義の運用もそれと同じタイミングで始まりました。その時に達成できなかった言い訳に定義が変わって範囲が広がったのだと、だからできなくてもしょうがないのだと、こういう言い訳を総理しないでいただきたいんですね。総理、目を開けていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか？眠ってないから大丈夫ということですけれども、やはり議論するときはやはり目と目を合わせて議論するというのが、これが大事なことだと思いますので、ぜひ目をパッチリと開けて予算委員会に臨んでいただきたいと思います。と申しますのはね、総理、ちょっとよろしいですか？この間の予算委員会で総理は、私4回にわたって約束の締め切りいつでしたかと聞きました。最初はお決まりの民主党政権よりできていると、こういうことで交わそうとされました。私しつこいので2回目聞きました。そしたら今度総理はいつまでにということを断言するのは難しいとずらしました。私しつこいので3回聞きました。そしたら予想通りにはなかなかならないとさらにずらしました。私は当初の期限を聞いているのであって、それが守れると思いますかという質問ではあの当時なかったことは皆さんご存知のはずです。そして、そうやってずらされるので私4回聞きました。4回目はとうとう総理はそんなに興奮しないでくださいと、答えられなかったからといってまさに何か一本取ったように感じるのは充実した審議とは程遠いと、タウンミーティングじゃないんですからと、こういうふうにね、ニヤニヤ笑いながら時間を稼いで、しかも浜田委員長にタウンミーティングという言葉をたしなめられてね、それでようやく事務方に教わって29年ということですと。これ総理、1年前と全く同じなんですね。去年待機児童問題で保育園落ちたのブログで答えに窮したとき、私の質問姿勢に対して総理何とおっしゃったか。相手の言ってることをことさら曲解して上げ足取りをしようとしているんでしょうけれども、それも空振りしていますよと、あの時そうおっしゃったんですね。あの質問、私にもまだまだ至らないことありますよ。でも揚げ足取りの空振りだったんでしょうか。もう一つ挙げましょう。私しつこいんですよ。去年の5月16日保育士給与アップ法案を議論しました。これを議論しましょうという私の提案に対して、総理はいいですか、総理よろしいですか、山尾委員は議会の運営ということについて少し議論していただいた方がいいかも分かりません、議会については私は立法府の長でありますと、こういうふうにおっしゃいました。少なくともアドバにおいて勉強不足はどちらだったんでしょうか。私が申し上げたいのは、もう一国の総理が質問者の質問姿勢を攻撃することで自らを防御するようなことはやめた方がいい。やはりこの予算委員会含めてしっかり
中身で議論しましょう。私も至らぬところはより努力をします。そのことをまず申し上げたいというふうに思います。共謀罪、金田大臣よろしいでしょうか。法務省から出た2月16日のペーパー、これにはもともと正当な活動を行っていた団体についても、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められる場合には組織的犯罪集団に当たりうることとすると、こう書かれてますね。うなずいていただきました。質問です。もともと正当な活動を行っていた団体についてなんですけれど、この団体というのは定款があるかないかとか、登記があるかないかとか、総会のようにみんなで集まる場面があらかじめ決まっているかどうかとか、主なコミュニケーション手段が何なのかだとか、まあ、そういった、すなわち犯罪を実行する目的というのは聞いてるから分かってるんです。その目的以外に何か団体そのものに、まあ、制限をかけるような検討は具体的にされているんでしょうか。金田法務大臣。お答えをいたします。私どもは、組織的犯罪集団というものを念頭において、検討しておりますが、ご指摘のような点については特に、今の段階で私は持ってはおりません。山尾君。特に今の段階で、そういった検討は持っていませんと、こういうことでよろしいんですね。後ろから事務方の皆さんが力強くうなずいていただきました。大臣もよろしいですか。特に異論はございませんね。とするとお聞きします。短い質問です。例えば宗教団体、 NPO 法人、サークル、同窓会、草野球チームなどなど、この団体だけは組織的犯罪集団に性質が一変してもこの共謀罪には当たらないのだと、こういうような団体って何かあるんですか。金田法務大臣。止めてください。金田法務大臣どうぞ。元の団体の性質は関係なく、それが一変した場合ということで捉えていくわけであります。山尾君。大事な答弁をいただきました。元の団体に性質は関係ないとはっきりおっしゃいましたね。宗教団体、 NPO 法人、サークル、同窓会、草野球チーム、こういったものも元の性質は関係ないという大変重要な答弁だったと思います。じゃあ大臣、主な、まあ、性質に限定ないということですから、こういった団体、主なコミュニケーションツールがネットであるか対面であるか、こういったことで団体から外れたり入ったりと、こういうようなことはあるんですか。金田法務大臣。その点については特に関係はないものと思います。はい、委員長。山尾君。はい、今日は噛み合った答弁をいただいて大変ありがたく思います。特にこれもコミュニケーションツールの手段も関係がないとはっきり答弁をいただきました。これできれば総理にお伺いしたいんですけれど、その総理がね、この前オウム事例、オウム真理教の事案、こういうものに対応しなきゃいけないとおっしゃいました。このことに関連してなんですけれども、こういうもともとの性質に一切限定のない一般の団体が、確かに犯罪活動をやるように変わっていく、その時にもともとの一般の活動とその犯罪活動が並行している、同時並行している、これありえますよね。
仮初めの姿をまあ外に出しながら、確かにそれに裏付けるような活動もしながら犯罪活動をやると、こういう一般活動と犯罪活動が並行している場合でも性質が一変したと捜査機関が認めて捜査を始め、組織的犯罪集団に当たりうるのか絶対に当たらないのか、この点はいかがですか。安倍内閣総理大臣。具体的なですね、具体的な事案において、ある団体が組織的犯罪集団に、該当するか否かは、当該事案の時点において、何が構成員の、結合目的となっているかによって判断されるもので、あります。つまり、結合目的がですね、今おっしゃったようなもともと犯罪とは関わりのない結合目的であれば問題がないわけでございますが、それがこの何が構成員の結合目的となっているか、判断、それによって判断をするものであります。組織犯罪集団に該当するか否かの判断は、現行法における個別具体的事案の犯罪該当性の判断と同様に行われるものであり、刑事訴訟法の規定に従い適正に行われるものと考えています。そしてどのような場合に組織的犯罪を目的とした団体に一変したと認められるのかということでございますが、ご質問の点はですね、個別具体的な事案における証拠関係を踏まえた事実認定の問題であり、一概にお答えをすることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、具体的な事案においてある団体が組織的犯罪集団に該当するか否かは、当該事案の時点において何が構成員の結合目的となっているかによって判断されるものでありまして、その上で申し上げると、もともと正当な活動を行っていた団体については、通常、団体の意思決定に基づいて、犯罪行為を反復継続するようになるなどの状態にならない限り、組織的犯罪集団に該当すると認められることは想定しがたいと考えております。はい、山尾君。つまり、一般の活動が犯罪活動と並行して残っているかどうかということでは一概に決まらないと、こういうご答弁だったと思います。性質が一変したかどうかは個別具体的に捜査機関が判断をすると。そうでないとですね、自民党の方からも一部指摘があったと記事にはありましたけれど、オウムの事例なんかはね、もともとの宗教活動も並行して行われてたわけですから、対応できないおかしなことになると、こういうご指摘が法務省にあったというような記事を私も目にいたしました。ただですね、総理、この総理が出したオウムの事例というのは、最初に法務省が立法事実として出された薬品を用いたテロ事例1そのものであります。でこの事例1は、犯人の一部が薬品の原料の一部を入手した段階で、対応しなければならないということでありましたけれども、これ私申し上げているように、サリン等の予備罪、あのサリン事件の1ヶ月後にこの国会で成立したあの法律で対応できます。ですから包括的共謀罪を必要とする具体例としては執刀であります。ちなみに先日のキム・ジョンナム氏に使われた薬物 VX、これもサリン等にしっかりと含まれていますので、22年経過した現代に使われた薬物でも報道が正しければカバーされていると、こういう事実も押さえていただきたいと思います。なぜこういうことになるのかと、要するに一般活動と並行しているかどうかとかね、そういうことにかかわらずしっかりと対応できる現行法があるのに、無理やり対応できないことにして、この包括的共謀罪という、できるだけこの場ではね、範囲を絞った、私から言わせればように見せかけないと法案が通らないと、こういうような手段を持ってこようとするから、当てはめてみたら対応できないと、こういう私は馬鹿げたことが起きているんだというふうに思います。この点についてはしっかり現行法で対応できるし、もしできない部分があるのなら具体的に言っていただければしっかり個別法を作りましょうというふうに私たち民進党は考えております。で次なんですけれど、この間大臣ね、この一変したと捜査機関が見なした組織的犯罪集団が共謀する手段にも限定がないと、こういうふうに大臣は明言をされました。2月24日です。で直に集まらなくてもネット空間でも成立しうると。で
このあと続いて金田大臣は、どのような場合にメールを閲覧しただけで合意になるのかならないのか、これも検討中ということで、ありました。ちょっと確認なんですけど、閲覧しただけで合意になるかならないかも、これは検討中ということなのか、それとも閲覧だけでは合意にならないという決定事項なのか、それをまずお聞かせください。金田法務大臣。ただいまのご質問にお答えをいたします。ただいまの、手段、要するにメールであったり、あるいは、いろいろな、ね、LINE であったり、電話であったりあろうかと思います。そういう手段については限定はするつもりはないという思いをこの前も申し上げたつもりなんですが、そして加えてそうではあるんだけれども、その手段は限定しなくても、例えばそれを閲覧しただけ、見ただけではですね、それは、合意の確認ということにはならないと、こういう思いを持ちながら現在成案を得るべく全体として検討中の中にあるということを申し上げたわけであります。それからもう一点であります。先ほど委員がお話をされたその内容の中でサリン等の話がございました。その問題については私たちは考えは違います。現行法の中で対応できるんだというご説明であったので、これはそのままにするわけにはいかないので、私も、コメントをさせていただきますが、現行法上、これが政令指定されてないものの製造物の予備罪、そういう製造予備罪、サリン等製造予備罪、あるいは殺人予備罪、どちらから言っても問題があることはこれまでルル申し上げてきたところであります。その点も申し上げておきます。山尾君。そうおっしゃるならね、この22年間しっかり政令改正して穴を埋めればいいんですね。で、今おっしゃったことはまた確認ですけれども、ネットの手段に限定ないと、メール、ツイッター、LINE、そうするとフェイスブックやブログもこういったものも特に限定はないと、そういうことでよろしいんですか、大臣。金田法務大臣。先ほども最初に申し上げました、手段については限定をするつもりございません。はい、山尾君。はい、手段については限定がないということでした。そうしますと共謀の手段には限定がないと、例えばですね、ネット上の意思表示手段、これにはさまざまなものがあります。例えば文字で了解とか頑張ろうとか、そういうもの、これも意思表示の手段の一つですね。言っていただきました、スタンプというのもあるんです。大臣、音声付きのスタンプというのもあるんですよ。絵文字でそこに頑張ろうとか了解とか、こういう音声もついているんですね。絵文字もあります、顔文字もあります。こういったもの、意思表示の手段がネット空間ではかなりバリエーションが多様化しています。こういったものに何か具体的に線引きをするような検討は今されているんですか。金田法務大臣。先ほども申し上げました通り、手段については限定をいたしておりません。しかしながら、ただいまですね、まで LINE とかメールとかやり取りだけでも合意は成立するのかというお尋ねだと思いますので、まずテロ等準備罪というのは、組織的犯罪集団が合意に加えて実行準備行為を行って初めて処罰されるものであって、一般の方が特定の犯罪の実行を合意しただけで処罰されるものではないということをあらかじめお断りをした上で申し上げたい、こういうふうに思うわけであります。合意の
手段を限定する方向は考えておりません。しかしながら具体的事情によってでありますが、メールや LINE でも合意が成立することはあり得るものと考えております。はい、山尾君、うん、かなりはっきり踏み込んだご答弁だったというふうに思います。メールや LINE でも共謀が成立しうると、そしてまた文字に限らず、さまざまなコミュニケーションツールがあると私具体例を出しましたけれども、そういうものについても、手段として限定する方向は考えていないとはっきりおっしゃいました。これはちょっと私も予想外に明確に踏み込んだご答弁だったというふうに思います。では引き続きお質問したいと思いますけれども、ネット空間の共謀成り立つというお話でありました。それでは一般的な、活動していたメーリングリストグループとか LINE グループとか、こういうグループも性質が一変すれば組織的犯罪集団になりうるんですか。金田法務大臣。テロ等準備罪は組織的犯罪集団が合意に加えて実行準備行為を行って初めて処罰されるものでありまして、一般の方が特定の犯罪の実行を合意しただけで処罰されるものではないことをあらかじめお断りをいたしました上で申し上げたい、はい、このように思います、例えば、メールや LINE を、閲覧したという事実があるだけで具体的現実的な合意が成立するということは想定できないのであります。山尾君、例えば小学校時代の同級生のメーリングリストがある時点から薬物取引のコミュニケーションツールに性質が一変してしまったと、これは残念ながらあり得る話ですね。これは組織的犯罪集団に当たらないんですか。金田法務大臣、どうぞ。お答えをいたしますが、現実的には非常に考えにくい、そういう事例だと思います。委員長、山尾君、おそらく大臣現実をご存じないというか、現実にありうる穴は埋めなきゃいけないという、総理の姿勢と、整合性どうなのかなと思いますし、それほど極端な事例を今挙げたわけではないと思いますよ。手段に限定はないんですよね。ネット上の団体も、そしてネット上のコミュニケーションも、手段に一般的な限定はかけないと、こういうことでありました。だから私はこういうものを危惧してるんです。メーリングリストとか LINE グループって、今や一人で複数に入っているのが珍しくありません。しかも意識や自覚がほとんどないまま、その、中に入っている状態が続くっていうのも、これ、珍しくないんですね。そういったものについて一変したかどうかを判断するのは大臣、これ捜査機関なんですよね。一変したかどうかは判断するのは主体はどこですか。金田法務大臣。その一変したというものをどのように誰が判断するのかというお尋ねだと思います、はい。具体的な事案におきまして、ある団体が組織的犯罪集団に該当するか否かというものは、当該事案の時点において構成員の結合の目的が犯罪を実行することにあるのか否かによって判断されるものだと思っております。誰が判断するんですか。そして誰が判断するんですか。今お答えをしている最中であります。
誰がというふうにおっしゃられました。組織的犯罪集団に該当するか否かの判断というものは現行法における個別具体的事実の事案の犯罪該当性の判断と同様に行われるものであると考えています。委員長、従って、これは、はい、それは、刑事訴訟法に従って適正に行うべき、立場にあるものであり、裁判官と裁判所とそれから、捜査機関になろうかと思います。はい、委員長。山尾君、捜査機関が主体で判断し、補足しますね。で、令状請求の時に裁判所もそれに関わると、こういうことを大臣おっしゃってるんだけれども、その時のその、証拠の程度というのはね、犯罪の証明と訴明と全く違うんですね。令状を、出してもらう時に捜査機関が、出すべき証拠の程度は訴明といって、一応確からしいとの推測、これをもたらすんですよ。証明のように合理的疑いを差し挟まない程度の、そういう証拠関係とは全く違うんですね。だから主体は捜査機関でしょと大臣もおっしゃいました。捜査機関、そういうことで、これね、実際に大臣、今現行の通信傍受、これ認められておりますし、おととし、要するにその携帯もですね、第三者の立ち会いがなくて済むようになったと。この現行の通信傍受についても、これメールや SNS 限定なく操作できるんでしょうか。金田法務大臣。ただいまのご質問、ちょっと聞き取れないところもあったんですが、テロと準備罪をですね、通信傍受の対象犯罪とすることは予定しておりません。委員長。山尾君。その話ではなくて、27年の4月17日に法務委員会で、政府参考人が答えておりますけれども、Facebook や LINE など、現在使われている SNS について、法律上は傍受ができると、こういう通信に含まれると、こういう答弁があるんですけれども、大臣、これは大臣の考えと違うんですか。要するに捜査手法に限定ないと、SNS について、そういう答弁が27年にされてますけれども、これと何か大臣、考え違うんですかということです。金田法務大臣。通信傍受の、対象に、というお話ですけれども、そうなっていないというふうに思っております。要するに、対象として限定はされていないと。委員長、ちょっと答弁の意味がわからないので、時間を無駄遣いしてほしくないんですけれども、現行の通信傍受で捜査できる範囲のことを聞いています、在体のことを聞いてるんじゃありません。で、おととしの政府答弁で、その現行の通信傍受で、その捜査できる範囲に SNS の限定はないと、こういう政府答弁でしたけれども、これは今も変わりませんよねと、そういうことです。金田法務大臣。今も変わっておりません。山尾君。私が申し上げたいのは、やはり12年前に共謀罪が議論していたときと、今は時代が大きく変わっているんですね。そして、今日の大臣の、明確な答弁を前提とすれば、団体、そもそも一般の団体には何らの限定もないと、そしてネット空間かどうかという限定もないと、共謀の手段、コミュニケーションツールについても限定はないと。そういうお話でいくとですね、今、本当に日本の SNS の利用者は、2005年であれば90万人でしたけれども、2015年末であれば6488万人と、こういう数字もあります。メールの利用率も今は 60% 以上と、こういう状況になってます。ネット空間でのコミュニケーションが飛躍的に拡大した現代、特有の危険が今の共謀罪にあると。
12年前の共謀罪の時よりも時代の変化によってより危険が増していると。そうですよね。プライバシー、コミュニケーションをネット上で丸裸にできてしまう時代に包括的な共謀罪を作って、大臣の言葉によればその、空間に網をかけることにも特に手段として限定はないと。そういうことが今ここにある問題として浮かび上がってきていると。12年前と全く違う問題として、このことについて大臣何か検討はされましたか。金田法務大臣。テロ等準備罪の具体的内容についてはね、検討中なんですけれども、対象となる団体をテロ組織、暴力団、振り込み詐欺組織、あるいは薬物密売組織といった重大な犯罪を行うことを目的とする組織的犯罪集団に限定することを考えているわけですね。ですからいずれにしましても厳格な要件を定めることによって、こうしたことをすることによって一般の方々がテロ等準備罪の適用対象とならないような法案を現在検討しているわけであります。また我が国においては裁判所による審査が機能しておりまして、捜査機関による恣意的な運用はできない仕組みになっております。そして法案が成立した際には適切な運用がなされるように捜査機関を含めまして法律の趣旨を周知していく、このように考えておる次第でありますので、ご懸念は当たらないというふうに思っております。委員長。山尾君。全くね、この30分の議論が前提にされない、また元に戻った答弁だと、とても積み上げの議論にならないんですね。でもやはり大きく、この30分でですね、状況も変わったと思います。やはり一般の団体、これに限定ないということがはっきりした。もともと一般の団体、ここに限定がないことがはっきりした。そしてまたネット空間でも共謀が成立するということもはっきりした。そしてコミュニケーションツールもネット上でいかなるコミュニケーションツールであっても手段に限定がないということがはっきりした。そういう中で本当に包括的共謀罪で、総理の言葉を借りると一網打尽に捜査の網を広げようとしたら、一人一人一般市民のネット上のコミュニケーションが、プライバシーが捜査機関に捜査される、裸にされる、その弁解をこの包括的共謀罪の捜査の端緒ということで市民が与えることになりうる、こういう危険を私はしっかり法務大臣は検討していただきたいし、ないないという問題じゃないんですよ。そして与党の皆さんにも、人権の党の公明党の皆さんも含めてね、この問題提起をしっかりと、やはり党内でも議論していただいて、少し人権保障とのバランスを真面目に考えていただきたいというふうに思います。以上です。これにて山尾君の質疑は終了いたしました。次に福島信之君。はい、福島